ごきげんよう、ごきげんトークの宮崎豊です。今日は2021年10月の19日火曜日です。今日は朝の10時から、藤井聡太さんの、聡太三冠の試合がありましたね。これは何かと言いますと、第80期順位戦です。B 級1組第7回戦、藤井聡太三冠と、19歳、そして、郷田正隆球団の50歳の試合でした。そして、今日はですね、先手が郷田正隆球団でした。そして、これは居飛車同士ですよね。そして角交換の試合となって、進んでいきました。そして今日は解説が藤森哲也さん、哲也五段、及川拓磨六段、中村大地七段、なかなか解説者もうまいし面白いし、いいですね、わかりやすくて。あ、今、これ前だから12時の時計が鳴っております。今日は終了が11時に終わったんですね。それからちょっと準備をして今動画を撮っているところです。そしてこれが48手の時は郷田さんが少し有利 52% と 47% 藤井聡太さんが、まあこれ AI の評価ですからね、見てて全然わかりません、互角でした。でも少しずつ前半の方は郷田正隆球団の方が AI は有利と出しておりました。そして74点目で、やっと藤井聡太さんの方が 50と追いつきました。でちょっとしばらくすると AI は時間が経つと評価が変わってくるんですが、53、47、56、47と藤井聡太さんの方に、まあ、有利な AI の評価が出ました。そして75手目、これがなんと藤井聡太三冠が長考ですね。多分言う飯を込めての時間だろうと思うんですが、135分という長考でしたね。そして、向こうの飛車先から押してくる歩を取るのに、こちらが歩で取るか銀が上がって取るかは、これはまあ、大長考でしたけど、銀が上がったんですね。その上がった瞬間に、AI の評価はですね、変わるんですね。郷田さんの方が 56%、藤井聡太さんの方が 44%、あれと思いましたな、これ、この手悪かったのかなという、まあ、AI は打つんですが、でも藤井聡太さんは次の、そのずっと先を考えて読んで、その効果がまあ人間と人間の戦いですから、どんどん出てきまして、80手目には、藤井さんのが 61%、郷田さんのが 39%、もうこれではかなり AI は藤井聡太さんの方に、三冠に有利に働いておりました。そして、90手目でもう AI は完全に、藤井聡太三冠が 70%、郷田正隆球団は 30% で、AI は藤井聡太さんの方であったかと見てました。でも、現場を見てみると、まあ、解説者と一緒にこう、この話も聞いてたんですが、まあ、あまり、どっちがどうなるかわからん、こう、ちょっと一手でゴロッとこう、変わるというぐらいな、緊張な場面がずっとこう、続いておりました。そして、100手で、AI がなんと 96.4% で藤井聡太さんからもう完全に勝つというふうに出すんですが、盤面上ではまだ緊張の場面が続きまして、これ100手目の時は、まあ、藤井聡太さんがちょっとこう緩めて安全圏の方に振って指し手を変えて守れば、まあ、藤井聡太さんの有利は、まあ、続くだろうというような感じでしたけど、藤井聡太さんはそこで引かない、攻める、攻めて、一度も引かずに、攻めて、101って打った時に、ああ、藤井聡太さんの、この先の読みというか、頭の回転というか、すごい詰将棋のまあ名人ですが、すごいなと解説者もびっくり。それからもう、
106手で決着がつきました。終わったのは夜の11時。持ち時間が藤井聡太さんが1時間12分残してましたね。郷田正孝九段は7分、まあ、時間的にもこう差が最後はつきました。前半から中盤にかけては藤井聡太さんが2時間ぐらいなんか時間を有利で働いたんですが、まあ、70あの5手目の135分というような、まあ、兆候もありまして、その辺からだんだん追いついたんですが、またこうなって時間の差がついて106手で、藤井聡太さんの見事な最終の追い込みでの勝利となりました。まあ非常にこれは息の詰まる戦いでしたね。最後本当ちょっと間違うと一気にまた逆転するという、こうぐるぐる盤上で見るとどちらに有利なのか、あこっちに郷田さん振ったのかなというような場面でしたが、 AI はまた8手目ぐらいからどんどんと藤井聡太さんからの方に評価点が上がってきました。でも盤面上で息詰まる試合で、最後その爪の藤井聡太さんからの見事な爪に感動しながら、今日はご機嫌です。ではまた明日。ごきげんよう。